紹介する治療法はミラドライ。ではどのような治療法なのか、ペルラクリニック本田先生に説明していただきました。ミラドライというのはメスを使わないでマイクロ波というものを使って脇の多汗症および脇顔を治すことができるという革新的な医療機器です。ミラドライとはアメリカで開発された治療機器で、2010年頃から日本に導入。マイクロ波を汗腺が集中する層へ照射、熱により破壊していきます。ではミラドライのメリットとは何でしょうか。まず身体に対する負担が少ないので、通常の日常生活が治療の当日からできるということ、それとメスを使えませんので傷跡が残らないということが言えます。ミラドライは切開をせずマイクロ波を照射する施術方法なので、肌が傷つく心配はないそうです。そんなミラドライのデメリットは保険が適用されないこと。そしてあえて申し上げれば、脇と腕が一時的に腫れるということがあります。感じとしましてはですね、こう脇に何かボールを挟んだような感じで少しこうマッチョに見えるというような時期が1週間ほどございます。これは炎症によるいわゆるむくみなので、時間の経過とともに徐々に引いてくるそうです。ではミラドライの施術方法へ AD 野田ちゃんが疑似体験しました。まずは問診票を記入し、ティッシュを脇に挟み匂いの強さを測ります。続いて先生とのカウンセリング。カウンセリングが終わると先生がティッシュを受け取り退出、実際に匂いを嗅ぎます。例えば程度軽い人がいて、でも本人をものすごく気にしているという場合、それはちょっとそこまで悩まれることはないと思いますよって話をすることもあります。で、あるいは非常に程度が強い人だと場合によってはもう一回必要になるかもしれませんねっていう話をすることもあります。続いて施術へ。これからマーキングをしますが、転写シートというものをつけていきますね、はい、よろしいですか、はい。ちょっと匂いがきついかもしれませんので、あまり深呼吸とかしないようにしてくださいね。この転写シートはミラドライ専用で、マーキングの縦の線に沿ってマイクロ波を照射していきます。その後麻酔をし照射開始です。今回は赤身肉を脇に見立て施術していきます。まずベースになる肉を置きまして、これを皮膚に便宜上見立てておきます。でこの上からマイクロ波を照射していきます。では照射しますね。その後照射すること40秒。果たして結果は、では外してみますね。熱による影響は見られていません。でこれをちょっと取ってみますね。でこういう感じである一定の深さのところで熱による変性で色が変わっているのが分かると思います。その後患部を冷やして施術終了。片脇で40箇所 2,3 回照射するので、施術時間はおよそ1時間かかるそうです。ここでオンエア未公開。ミラドライは脱毛効果もあるって本当ですか？はい、だいたい平均 60% ぐらいなくなるっていうことが分かっています。もし脱毛もしたいし、あと多汗症脇顔も気になるということであれば、先にミラドライをお受けになって、その後脱毛という形にした方が脱毛の回数が少なく済みますので、いいかもしれませんね。本田先生ありがとうございました。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト
気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。